のバンダナを最後に手にしたのはもう10年以上前だ。あの頃はモンスターだのアーキウム軍だのなんてへでもなかった。その時頭にあったのは正義、試練、冒険、それだけだったよ。ふん。酒を飲もう、一気に飲み干せ。アゲロ祝杯、勝利のために。フキスサーブ、砂嵐を切って、そしてついにゴーレムの心臓を手にした。見つけたんだ。ドー君は欲望に目がくらみ、俺たちの作戦は大成功。ゴーレムの心臓を探しに出よう。今夜の暴風もへっちゃらさ、誰も俺たちを止められない。あ、そうだとも。荒野にそびえるくさびはもう、この歌に心開くのさ。魔物を湧き出る荒野を進み、この世の果てのどこまでも。さあ冒険に出かけよう。心を合わせ、3、2、1。一つになればゴーレムが目を覚ます。城壁などを打ち壊すんだ。広場を埋め尽くす歓声をとどろかせろ、とどろかせろ。ありがとう、助かったよ。君のおかげで無事に取り戻すことができた。もしビエンタの聖域に立ち寄ることがあったら、レジスタンスの頃俺たちが建てた塔を見ていってくれ。冒険を終えるたびに少しずつ積み上げたんだ。この歌はありがとう、レジスタンス。ヘンダーソンはカバンを見るなり、旧友に再会したかのような顔をした。そしておもむろにカバンから古い頭巾を取り出し歌い始めた。歌声に引き寄せられた人々は感動し、彼に大きな拍手を送った。我らシエナ・パーカー、ヘンダーソン・ハニー、ルイ・ヘイズンの3人は領主フェルナンの暴政に来る。我らは成果を上げるために、いつか石が高い、それまで我らは一
ストーンガルドの城主フェルナンはアーキウムと結託し、住民たちからの搾取を繰り返していた。レジスタンスたちはこれに対抗し、フェルナンとアーキウムの物資輸送隊を奇襲して民に分け与えた。ある日、見るからに非凡そうな少女と二人のドワーフがフェルナンの元を訪れる。彼女は資金さえ提供してくれれば、古代ゴーレムの心臓という伝説の石を見つけ出し、巨大なゴーレムを動かしてレジスタンスたちを討伐すると提案した。フェルナンは彼女にゴーレムを作らせ、実際の性能を確かめた上で大金を支払った。一行は巨大なクサビーワの秘密を解き明かす際に石板が頭に落ちて気絶したり、ケルノボーグに襲われたりと数々の危険をくぐり抜け、ようやく伝説の石を手に入れる。巨大ゴーレムを完成させると、彼女はフェルナンに箱の中で踊りながら呪文を唱えるよう進言した。この儀式でゴーレムを永久に従わせられるようになるという。箱を出たフェルナンが目にしたのは、ゴーレムが城壁を破壊し、レジスタンスたちが城を占拠する光景だった。この少女こそがレジスタンスが誇る天才工学者シエナ、その人だったのだ。今もビエンタ村に行くと、シエナの仲間のヘンダーソンがかつての冒険談を聞かせてくれる。シエナ・パーカー、ヘンダーソン・ハニー、ルイ・ヘイズンの3人は多くの任務を共にし、そして今はそれぞれの夢に向かって歩んでいる。彼らの物語は英雄たちの歌として永遠に記憶されるだろう。
ストーンガルド北西部に位置する岩石地帯には巨大なサンドワームが岩に大穴を開けながら通った道がある。この地では最近冒険家たちの失踪が相次いでいるので注意が必要だ。周辺それを見れば私が娘には私と同じ道をたここはクイーン。もう初めは奴に食べる。みんな命クイーンブルサンドワームが。グレン・リチルはクイーン・ブランディールを倒そうとする娘を止めたいと思っていた。奴のせいで足を失って死んだ者としてその恐ろしさをよく知っていたからだ。クイーン・ブランディールの痕跡を自分の目で確認すると、彼がなぜ娘を心配しているのかがよく分かった。
ついてますね。クイーン・ブランディールは一度追いかけた獲物は逃がさないんです。こうして出会ったのも何かの縁。ジョセフィン・クラフトです。ソイ・ボナスが。あなたはなぜ。まあそうです。今修理で忙しいんだ。観測台に上がる、あの高い丘から飛び降りたら。慣れない顔だ。つまりあなた、何がもここにいる人の悲劇を。調査中に遭遇したクイーン・ブランディールが襲いかかってきた。魔術師ジョセフィン・クラフトがいなければ脱出できなかっただろう。その後、グレンの娘でありサンドワーム討伐隊長のマーシャ・リチルを訪ねた。説得を試みるも彼女の意志は固いようだ。
マーシャ・リチルの命にかけて父を奪ったクイーン・ブランディールの討伐を誓う。マナ娘マーシャ、マーシャには会えましたか？クイーン・ブランディールからは手を引くと。そんな、そうですね。マーシャ、いやいや、そんなに素晴らしい方が近く。それでは何度も娘を止められないと悟ったグレンは娘を手伝うことにした。彼はマーシャが用意した罠に奴を誘い出せたら危険な目に遭わせることなく目標を成し遂げられると考えたのだ。ひょっとしたら魔術師ジョセフィンがマーシャを手伝う方法を見つけてくれるかもしれない。またお会いしましたね。そうですか。討伐隊は、そうだ。そしてサンドはこれでダメな。同じ地、クイーン・ブランディールの星のかけらは誰かが悪誘引の魔術アルマジ罠にかかった。サンドは隠れ家に深く。ジョセフィンはクレイの著書に書かれていた文章を思い出し、クイーン・ブランディールをおびき出す方法を見つけた。そして奴の力の源が星のかけらであることも教えてくれた。星のかけらそのものは純粋な力に過ぎない。誰かが故意にクイーン・ブランディールという怪物を作り出したのだ。月光砂漠で過去調べ、月光砂漠毒性の条件によって。クレイの著書にはクイーン・ブランディールが元は一体の小さなサンドワームだったこと、
そしてサンドワームの毒袋には他の個体の魔力を感知する機能があることなど、他では知り得ない興味深い内容が記されている。寄せられる習性を利用してクイーン・ブランディールをおびき出すことにした。しかし人工的に魔力を発生させるにはアルマジロの鋭い鱗が必要だ。ここは巨大なアリたちが守る難攻不落の要塞。アーキウム軍団ですら占領できなかった。伝説ではストーンガルドを不毛の地にした力と無慈悲な女王アリを生み出した力は同一だという。毒袋だったら無事よし。さて、俺の濃縮された俺が欲しいのは、
つけてくるとはな。まだ殻がもろそうだから気をつけてくれ。なんだ、助けてくれ。なかった。また現れるかもしれないし、早く出るぞ。サンドワームの濃縮された毒袋は魔力の原料としても使われる。外部の条件によって魔力の数値を変えられるため、クイーンブランディールの誘引装置にうってつけの素材だ。
間に合いましたね。ここに失敗で元素もちろん準備はして砂の結最初の試みは失敗に終わった。元素融合石には不純物が含まれている。